皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日のキャンプ飯は担々麺を作りたいと思います。ソロキャンプをする方にめちゃくちゃおすすめのキャンプ道具があります。キャプテンスタックが出している16センチのフライパンになります。フッ素樹脂加工がされているので焦げにくくなってます。飯盒やメスティンと同じアルミ製でできていて、とっても軽くて扱いやすく、折りたたみ式でコンパクトにすることもできます。値段もアマゾンで今1500円ぐらいで売られているので結構安いです。最近やっとキャプテンスタックから16センチの専用の蓋が発売されました。これを買ってからキャンプに行くときは 100% 持ってっています。スキレットやメスティンではどうしてもお米を炊いたとき、調理をしたとき焦げついてしまうんですよ。そうなるとやっぱり洗い物が大変ですよね。フッ素加工がしてあるフライパンであれば、調理後さっとウェットティッシュで拭き取れば簡単に掃除ができるので、めちゃくちゃおすすめになります。これからもキャンプ飯の紹介の時におすすめのキャンプギア紹介していきますね。こちらの鍋とザルは100均で買ってきたものになります。あんまり使わないものであれば100均で十分だと思います。ここのキャンプ場、今までのキャンプ場の中で一番良かったです。キャンプ飯の紹介が終わったらキャンプ場の紹介をさせていただきますので、よろしくお願いします。今日は朝寒かったんですけれども、昼間はめちゃくちゃ暖かかったです。春キャンプ最高ですね。こちらのキャンプ場は新潟県上越市というところにあって、今日はですね、私は夜に高田城址公園の夜桜を見に行ったので、今日のキャンプはデイキャンプになります。管理人さんが言ってたんですが、いつもは人が少ない穴場のキャンプ場だよって言ってたんですけれども、今日めちゃくちゃ人多かったですよ。8組ぐらい来てたのかな。こちらのキャンプ場は第1、第3、第4キャンプ場があって、私が今いるのが第3キャンプ場になります。他の第1と第4は人一人もいませんでしたね。ここだけが超おすすめのキャンプ場になるようです。ちなみにラーメンのスープを作っているこちら鍋も100均になります。一人用にしてはちょっと大きいのでかさばりはするんですけれども、ラーメンを作るにはちょうどいいサイズになります。今の100均すごいですよ。ダイソー、セリア、ご当地の100均にもよく行くことがあるんですが、かなりキャンプ道具も揃ってますよね。何気に100均のキャンプグッズコーナー見に行くのが楽しみになっています。そろそろ担々麺が完成しますね。こちらの料理、鍋にフライパン、ザル、料理器具がちょっと多いんですけれども、工程自体はめちゃくちゃ簡単ですし、とっても美味しいので本当におすすめになります。今日はですね、風が出てない時はめちゃくちゃ暖かかったです。もう夜じゃなかったらストーブいらないなっていう感じがしましたね。湯切りをしたらあとは盛り付けていくだけです。今日は朝早くにキャンプ場に着いたので、もうお腹ペコペコです。ちなみにこちらが今日の朝ごはんになります。万能ネギとラー油をかけたら完成になります。ラー油は山椒入りのみというラー油があるので、それを使うと舌がピリピリするような感じがあって、とっても美味しい担々麺に出来上がりますよ。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。こちらが第一憩いの森第三キャンプ場の全体図になります。こちらの池の全体が多くになっているので、魚や鳥めちゃくちゃいっぱいいましたね。自然あふれる最高のキャンプ場でした。また行っていきたいと思います。それでは第一憩いの森第三キャンプ場をご紹介させていただきます。橋を渡った島の中心には開放的な空間が広がっていて、地方が池に囲まれています。地面は芝生で、この時期にはなんと桜が咲いてるんですよ。入り口には炊事場があります。こちらの炊事場は子供も使いやすいようにちょっと低いんですが、大人が使うと腰をかがめないといけないんでちょっと洗いにくいですね。
桜もいい感じに咲いてましたよ。今年初めてのお花見キャンプですね。今日はソロキャンプ、グループキャンプ、ファミリーキャンプ、いろんなキャンパーさんが来ていましたね。管理人さんもめちゃくちゃいい人でしたね。駐車場とトイレも橋の近くにあって、トイレもめっちゃ綺麗でした。私はキャンプを始めて今年で3年目になるのかな。たくさんのキャンプ場を見に行っているんですけれども、なぜこのキャンプ場が一番いいのかというと、桜の木の下でお花見キャンプができるというのももちろんあるんですが、やっぱりこの池の近くでテントを張れることですよね。今日は何度もお昼寝をさせていただきました。起きた時にこの桜の景色とかこの池の感じとかたまりませんよね。こちらが管理棟になります。こちらで薪を買ったり炭を買ったりすることができます。管理棟の目の前には橋がかかっていて、こちらから第一キャンプ場に向かうことができます。今日の朝は本当に寒かったんですよ。だから池からなんか霧みたいのが発生してますよね。管理人さんからは朝7時ぐらいになったらテント張り始めてもいいよって言われてたんですけども、さすがに他のキャンパーさんもいたんで、朝からカン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 やったらうるさいかなと思って、まずは第1キャンプ場、第4キャンプ場を見に行ってみました。橋を渡るとすぐに第1キャンプ場に到着します。目の前に池があるんですが、木が邪魔で風景を楽しむこともちょっと難しいですし、地面も土で木の根っことかもむき出しになっているので、あんまりおすすめできる場所ではないのかなっていう気がしました。続いてこちらは第4キャンプ場になります。基本このキャンプ場はすべて車の乗り入れをすることはできません。車を駐車場に置いてからある程度歩かなければいけないんですけれども、第3第4キャンプ場は駐車場からすぐ近くのところにキャンプ場があります。第4キャンプ場はちょっと坂道になっているので、カートを引くんだったら大変かもしれません。こちらはトイレと避難所になります。昔はこちらが管理棟だったらしいですよ。トイレを過ぎて左に曲がるとすぐ第1キャンプ場に到着します。こちらは高台にあって景色もめちゃくちゃ良かったですね。何より人が少ないんで周りに気にすることなく撮影ができるっていうのがいいところですよね。第3キャンプ場もめちゃくちゃいいんですけれども、小さい島にたくさんのキャンパーさんがいるんで、ちょっとやっぱり声とかも気にしちゃうんですよね。皆さんこんにちは、ニンニクハンターですとかはちょっと言えなかったかな。私は平日休みが多いのでキャンプに行くとだいたいカンソロなんですよ。なのでどっちかっていうとこういう人気がいない方が私は落ち着くかな。今日は天気が良かったんでずっと昼寝してましたね。今日のお昼ご飯は焼肉にしようと思います。私はキャンプに来た時は必ず一品は簡単に作れる料理にしようと思っています。正直キャンプ場について一番最初に食べるご飯はカップラーメンでもいいと思っています。キャンプ場へ来るまでの道のりが長かったり、テントの設営で結構疲れたりしてますからね。キャンプってなぜかわからないんですけども、肉食べたくなりますよね。今日は今までの中で一番ゆっくりできたキャンプだったと思います。最後までご視聴ありがとうございました。これからもニンニクハンターチャンネルでは美味しい簡単をテーマにキャンプ飯の紹介やキャンプ場の紹介をさせていただきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。